ターディス、ターディス、トディスは、イギリス BBC 制作の SF ドラマシリーズ、ドクター風に登場する、次元超越時空移動装置。次元超越とは、外側より、内側が大きいという意味である。ターディスという名称は、タイムレラティブダイメンションインスペースの略であり、日本語で表すならば、宇宙内の時間と相対的な次元を移動する装置となる。すなわち、 俗に言うタイムマシンである。その名の通り基本的にどの時代、どの場所にも行けるが、ドクターのターディスは、しばしば設定したものとは異なる時代、場所へ到着することもある。稀にタルディストも故障される。本来は6人で操縦するのが理想的であり、非常用酸素マスクは6つ、制御盤も6面である。レバーやダイヤルなどアナログなスイッチで操作しているが、 タービス自身で移動するドクターのテレパシーやソニックドライバーで外側から操作するといったことも可能である。ドクターによればタービスは生き物であるためタイムロードといえど作ることはできず育てなければならない。一度死んだタービスの残骸を集めて即席のタービスを作ったことが、あが、その際も別の生きたタービスからエネルギーの注入を必要とした。 タービス自身が意思を持っており、それぞれの時代にキーワードを残すこともある。キーワードは、会社の名前や落書き、あるいは単なる言葉として、各時代に残すことがある。宇宙の歴史を超越した存在やドクターの死を運命づける場所など、タービス自身が危険を感じるとその時代、場所に着陸することを嫌がり、機嫌が悪くなることもある。到着を拒否してシャットダウンすることもあった。 時空間の裂け目の跡などから漏れ出すエネルギーが燃料であり、ドクターは時空間の裂け目が存在するカーディフで時折燃料を補給する。シリーズ1、悲しきスリジーンでは裂け目がほころび程度まで閉じられていたため補給に追達を要したが同エピソードにおいてスリジーンが裂け目を解放したためそれ以降では数秒での補給が可能となっている。なお、 パラレルワールドにおけるエネルギーは燃料になり得ない。ドアには鍵がかけられており、波大抵の攻撃では壊されることはない。ターディス本体も頑丈にできており、惑星が丸く見えるほどの高さから、自由落下したい危険に突入、墜落してもガラスにひびが入る程度の損傷しかなかった。また修復機能を持ち、 宇宙船タイタニックと衝突した際には貫かれた壁を数秒で復元した。ターディスのキーはターディスとつながりを持っていると熱くなり発光するという特徴がある。鍵にはターディスを遠隔操作し呼び出す性質があり、9代目ドクターと11代目ドクターがこれを使ったアーディスを呼び出している。ドアは鍵を持っている人物にしか開けられないが、第4シリーズ9は 影の森で、ドクターのフィンガースナップでも開けられることが判明した。以降、11代目ドクターやクララは、フィンガースナップでドアを開閉している。他の宇宙船と比べても、非常に性能は高く、ブラックホールの重力圏から抜け出すことも容易である。また、メドゥーサカスケードと呼ばれる、異空間から地球を牽引し元の場所へ戻したことも、ある。時間移動の機能は、 ターディスの表面に触れていることでも働き、シリーズ3、ユートピアで、ジャック・ハーネスが、2013年クリスマススペシャル、ドクターの時でクララがターディスに西がついて移動している。ただしこの移動は、危険が伴い、ジャックは惑星マルカサイロに到着しドクターらが出てきた時には、すでに死亡していた。シリーズ5、ゴッホとドクターで、ターディスを追っていた張り紙も、時空移動の影響か、 2010年に到着した時に燃えていた。ターディスがホースフィールドを調節することでターディス表面で安全に時空移動ができる。ターディスは時空を旅する機械だけにとどまらず独自の心を持ち生きていると言える。その生命エネルギーがボルテックスエネルギーである。ターディスのハッチを開き核心を解放、中を覗き込むことでターディスも覗き込んだ者の,の心へ。 入り込みターディスの魂とコンタクトすることが可能。ターディスの魂とコンタクトしたものはタイムロードと同じように宇宙のすべてを見ることができる。ボルテックスエネルギーは生命を生き返らせた上に無限の命を与えるほどの力を持つ。また皇帝率いる50万体のダーレック艦隊やポケット宇宙を支えていた惑星生物ハウスまでも十数秒で消滅することができる。 ハウスは、この莫大な力を警戒し、タービスを捕食する際はその魂を別の生物に転送して追い出してからエネルギーを味わうようにしている。タービスの外の環境に合わせて目立たないようにするため、タービスの外観を自由に変更する機能。操縦者はこれを特定の形に変える、うプログラムすることもでき、そうしなかった場合は、タービス自身が形を決定する。 ドクターのターディスはこの回路がポリスボックスの姿で壊れたため、それ以降ポリスボックスの姿を保っている。修理も可能だが、ドクター自身、ポリスボックスの形状を気に入っているため直す気はない。ただし、六代目ドクターの時に一度だけ修理して、使用している。宇宙のあらゆる言語をそれに乗るものの言語に翻訳できる。従って、ドクターやターディスの近くにいる人間は、 エイリアンとごく普通に話すことが可能。ただ極端に古い言語になると翻訳できないこともある。ドクターも回路の一部であるため、ドクターが再生中の時や昏睡状態の時には自動翻訳機能が動作しない。ターディスに触れることで計り知れない被害がもたらされると思われる敵と遭遇した際、コンパニオンらを別の時代に転送して保護し、ターディス自体は 機能を停止して、時空移動を不能にするとい、プログラムが働く。これは緊急プログラム1と呼ばれ、ドクターが死を覚悟した際に使用するものである。シリーズ1、分かれ道で、ダーレック艦隊と遭遇した際に使用され、ローズ・タイラーが21世紀に送り返された。シリーズ4、静寂の図書館においてもばしたならだから、ドナノーブルを逃がすために使用が検討され、 この時は未遂に終わっている。2013年クリスマススペシャル、ドクターの時でも緊急プログラム1に類似したシステムが作動し、クララ・オズワルドが21世紀に戻されることとなった。緊急プログラム1が施行された後も、ターディスの心臓部を解放して心をリンクさせることで、解除が可能となる。タイムロードの科学により設計されているため、外見よりも中が広くなっている。 居住スペース、図書館、温室、プール、クローゼット、バスルーム、ランドリー、貯蔵スペース、スカッシュコードなどがある。ドクターの寝室は映されたことがないが、コンパニオンの部屋は何度か作中に登場した。操縦用のコンソールはもともと区切られた部屋にあったが、新シリーズより入り口から最も近い柱に囲まれたスペースとなった。また、円形の階層で構成され、 各階を螺旋階段で繋ぐ内装に変わった。ターディスの意思で内部の構造を変化させることができ、危険人物が侵入した際には通路に突然壁を出現させたり、直進していたはずが違う方向から同じ場所に戻ったりという手法で侵入者をうちに確保する。コンソールのある空間が最も安全らしく、緊急時にはコンソールルームをコピーして、 タービス中に存在させ乗組員の安全を確保する。薄型モニターや緊急プログラム用のホログラム再生装置、その他様々な解析装置などがある。特定の条件で起動するプログラムをセットでき、シリーズ1、分かれ道では、この機能を使い、ローズメッセージを残している。宇宙に、ほころびがある場合、超新星爆発などの外部エネルギー源を用いれば、 パラレルワールドの人物とホログラムでコンタクトを取ることも可能になっている。10代目ドクターの発言によれば自爆スイッチなどもあるようだが実際に存在するかは不明である。シリーズ7タービス中心への旅にて11代目ドクターは自爆システムは存在しないと発しており、作中で登場した爆破のカウントダウンも嘘であった。なお古いコンソールもアーカイブに記録されており、 ハウスにタービスを制圧された際は、ハウスも存在を知らない九代目時代のコンソールを利用した。それと関係しているのかは不明だが、異なる時代のドクターが乗った際にはそのドクターの好みに合わせようとする。あらゆる時代のファッションが収納されている。ドクターは基本的にいつも同じ服装だが、再生の度にその用紙に合った服装を選んでいる様子。 ターディスにはいくつかの種類があり、歩くヒューマノイド型のターディスや、近くから見ても見分けのつかない感性や、知能もあるターディス、軍用ターディスなど様々な機種が存在する。ドクターが乗っているものは、旧型の機種で、タイプ40と呼ばれる。ドクターの発言によれば、タイムロードは絶滅しており、彼のターディスは現存する唯一のターディスである。シリーズ6、ハウスの罠では、 他のターディスが多数登場するが、これらはすべてハウスに捕食されたターディスの残骸である。ため現存するとは言えない。他のターディスと区別するため、船、青い箱、カプセル、ポリスボックス、セクシーなどと呼称される。彼のターディスは、ギャリフレイにあるターディスの修理工場から、初代ドクターが盗んだものである。この時、クララ・オズワルドの分身体の一人が盗むターディスを、 変えるよう彼に支持している。シリーズ1、悲しきスリジーンでは、マーガレットスリジーンがターディスに、破壊工作を仕掛けたことでその心臓部が開き、それを見つめたマーガレットが卵に戻ることとなった。さらに同シリーズ、別れ道では、ローズ・タイラーが心臓部を恋に開いて、タービスとリンクし、絶大な力を一時的に獲得、2 1世紀へ移動して、ダーレク艦隊を、 戦艦ごと、原子レベルで分解し、この時、ボルテックスエネルギーが彼女の肉体を破壊し始めたため、9代目ドクターがそのエネルギーを代わりに引き受けて、再生した。シリーズ2、鋼鉄の時代で、パラレルワールドに不時期した際には、タービスが死にかけたが、わずかに残っていたエネルギーに10代目ドクターが、自分の命を10年分与えたことで復活した。シリーズ3、 ユートピアでは五代目マスターに盗まれる。そのまま彼は六代目マスターに再生、十代目ドクターが緊急措置として二十一世紀に行き先をロックして追いかけるも、到着した時にはすでにパラドックスマシンに改造されていた。本来、固定された歴史を改変するトリーパーが出現して、歴史の消毒を行うが、パラドックスマシンが起動しているトリーパーを出現せずに、 固定された歴史の改変を行うことができる。パラドックスマシンにより一年間マスターが人類を支配したが、マーサの努力の結果引き起こされたドクター側のクーデターの最中、ジャックがパラドックスマシンを銃で破壊し歴史は復元された。シリーズ後、パンドリカが開くにおいてタイムウォーの再発を防ぐため、ドクターの制御下からターディスが完全に離れた隙を狙い、 マダム・コバリアン率いるコバリアン修道院が爆破。結果、地球以外のすべての星が消滅し歴史が崩壊を、はじめ、全宇宙の全歴史に裂け目を刻むこととなった。この間、ターディスは爆発による炎上で太陽となり、地球を照らし続けた。ドクターは、牢獄パンドリカの復元エネルギーをターディスのエネルギーで増幅し、宇宙に存在するすべての原子を復元して、 宇宙を修復した。シリーズ6、ドクターの戦争では、ターディス内で受精し発生した、メロディーポンドの DNA にタイムロードの DNA が混ざっていることが発覚した。これは、ターディスの影響であるとされる。また同シリーズ、ハウスの罠では、イドリスという女性の体にターディスの魂が移され、魂を失ったターディスをハウスが捕食しようとした。ドクターは、 他のターディスの残骸から枠組みを作り、既存のターディスのエネルギーを注いで新たなターディスを作り上げ、乗っ取られたターディスの奪還に動いた。シリーズ7、ドクターの名前では、惑星トレンザロアで未来のターディスそのものが、ドクターの墓となっていることが判明した。この墓の中には、ドクターの遺体はなく、代わりに、彼が生きてきたタイムラインが保管されている。 この惑星に着陸する際、ターディスはそれを拒否してシャットダウンした。ターディスはタイムマシンのため、当然、タイムパラドックスも生じる可能性がある。同一人物が同じ時に同じ空間に本来存在してはいけないため、違う時代の自分自身と関わると、バクテリア的ありであるリーパーが出現し、時空間の傷を消毒するためにすべてを消し去ろうとしてしまう。以前は、 タイムロードが静止していたため安全だったが、タイムロードなキーマは非常に危険であり、リーパーが現れるとドクターですら対処しようがない。タービスで移動してきた自分自身に見られるだけでも非常に危険な行為で過去の自分に直接触れることでもあれば、リーパーはさらに力を増して襲ってくる。また、タイムパラドックス発生時にはタービスが普通のポリスボックスになってしまうなどの 現象も起きる。このタイムパラドックスを修正するには、ターディスを鍵で呼び出し時を修正するか、変えてしまった出来事を元通り修正するしかない。ターディスを呼び出した場合には、改変した出来事は変わったまま存在する。なお、前日の通り、ターディスをパラドックスマシンに改造することによって、リーパーの出現を抑えての歴史改変が可能となる。ただしシリーズ7。 マンハッタン戦僚では、エーミー・ポンドとローリー・ウィリアムズ・パラドックスを起こして、嘆きの天使から脱出するという展開があり、この際リーパーはなぜか出現していない。タイムロードについては、過去の自分自身と出会ってもリーパーが出現するような事態には至らない。しかし危険な状態では、あるため、過去の自分が未来の自分と出会った場合、より未来に一致する自分だけ記憶が残る。 ただし、ターディス内の出来事であれば、過去の自分自身の記憶も残る。また、過去の自分自身と触れるとリーパーが登場する場合がある。十代目ドクター曰く時間は、ぐらぐらした、ふにゃふにゃしたものであり、様々な出来事が互いに影響し合っているという。なので時間の改変を行っても、未来への大きな影響は行われない。シリーズ1、別れ道における。 ドクターの発言によれば、タービスを利用して、時間移動した場合、その時間軸に縛られてしまうという。具体的には、時間移動後に不都合があった場合、一週間前に、戻り警告するなどするなどといったことはできない。ただし、シリーズ1、父の思い出では、時間軸に縛られている中、 その時間軸の数時間前に戻りたアディスで移動してきた自分自身等と関わってしまうというシーンがある。これを考えると、再度のタイムトラベルは不可能ではないが、タイムパラドックスが発生するなどのリスクが高いため、行うべきではないということかもしれない。また1938年のマンハッタンは時空間が不安定であるらしくそのままでは着陸不能であった。また、 ロンドン島に本部を置くユニットのブラックアーカイブは異星人の技術を用いたアディスをブロックしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。